皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。オリコン調べによると、9人組グループ、SnowMan の10月30日発売の新アルバム、レイズが発売3日間で売り上げ100万枚を突破した。写真あり、今年の顔、メグロハスの映画を。SnowMan はこれまで3枚のアルバムを発表しており、すべてミリオンセラーとなっています。新アルバムはフラゲ、発売日前。 の段階で83万枚以上で売り上げており、発売3日でのミリオン達成はこれまでで最速です。まさに今、勢いに乗っていると言っていいでしょう、芸能記者。メンバーの目黒連は、10月31日に発表された、日経トレンディ日経 BP 社が選ぶ、今年の顔に選出されたばかり。深沢達也は松本若菜主演の話題のドラマ、私の宝物・フジテレビ系。 に出演中で役者として注目を集めて SnowMan はまさに時代の顔という存在になりつつあるようだ。X ではこのミリオン達成に3日でミリオンで CD が売れない時代にすごすぎるまさに光の速さね。このデジタル配信に移行しつつある時代にミリオン連発してるスノさんとスノ炭酸凄さんすごすぎる。 CD が売れない時代にほとんどミリオンなのめちゃくちゃすごい今の一番は素のだろう。など驚きの声が多数見られるそんな中こんな声も「スノーマンのフラゲ売り上げだけで SixTONES 初日売り上げのに3倍近く違うことを初めて知ってびっくりこれまで気にしたことなかったから知名度人気の差だよな」「SixTONES と SnowMan」 もう同時デビューのライバルだなんて口が裂けても言えないくらい差がついちゃったね。s トー t o n e s とこんなに差が出るとは、SnowMan と s トー t o n e s は共にジャニーズジュニアに所属していたグループで、2020年1月にデビュー。ジャニーズ事務所、現 STARTO エンターテインメントの新人グループが2組同時にデビューするのは初めてということもあり、注目を集めた。 SixTONES もスノーマンと同じく、これまで4枚のアルバムを発表していますが、いずれもミリオンセラーにはなっていません。2024年1月発売のアルバム、TheVIVES はオリコンの上半期ランキングのアルバム部門で売り上げ1位となっています。しかし、2023年1月発売の3枚目、声の初週売り上げが51.7万枚だったのに対し、TheVIVES は万枚とやや数字落としていますまた10月に発売されたライブ DVDBD 含むの初週売り上げは24.1万枚で2023年11月発売のライブ DVD の初週売り上げ29.9万枚から5万枚以上もダウンしています2024年になってジェシーさんと綾瀬はるかさんそして森本慎太郎さんと森川葵さんと メンバーの交際が次々と報じられたことが、SixTONES の人気低下の原因では、という声もあります。もはや、勢いのあるスノーマンとの差は明らかです、堂前。確かに X でも、素の人気すごいな、何はやすとみたいに熱愛でなければ、勢い止まんないだろうね、との声が聞こえている。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。